年内で芸能活動を休止され、ロサンゼルスへの語学留学に向かわれるとのことですが、どうして還暦を迎えられた今、そのようなご決断をなされたのでしょう。実は僕、6年くらい前から妻や娘と別居していまして、おっと、言っておきますけど離婚じゃないですよ。週刊誌の方、くれぐれも取材には来ないでくださいね。実は下の娘も6年前から留学に出ていまして、妻もその付き添いのためにアメリカに。その間にはコロナ禍など大変な世界情勢の変化もありましたが、おかげで2年も妻と娘に会えなくて、おかげで自分でもあれ俺って離婚してたっけって思うくらい。10代の2年ですから、いい意味で成長してたんですね。2年でこんなに変わるんだって、娘の成長を目の前で見られなかったことをもったいないと思ってしまうくらい。2007年に亡くなられた上の娘さんのことは、大いに影響していると思います。本当の気持ちを話すと、長女が事故で亡くなった。その経験がなければ次女をアメリカには出していなかった。長女の経験から言うと、やりたいこと、夢があって今できるのなら、その時にやっておかないと明日できるかわからない、そう強く思いました。1994年に元ミス日本の新井翔子さんとご結婚。その後は長女のエミルさんをはじめとした2人の娘さんにも恵まれ、まさに順風満帆の人生を送っておられました。ほらほら、エミル、いい加減シャキッと目を覚ましなさい。まだ眠いよ。さ、顔洗ったらテーブルについて、みんな揃ったところで朝ごはんにしましょう。見てごらん、今日の朝ごはんはエミルの大好きなサンドイッチだよ。うわー、美味しそう。それじゃ早く顔洗って目を覚ましてきなさい。うん。この時エミルさんは小学5年生。お母さんの手作りのツナサンドが大好物の明るく無邪気な少女でした。行ってきます。おい、エミル、忘れ物忘れ物。この真っ白なジャンパーはお前がどうしても欲しいってパパにねだったんだろ。こんな大切なものを忘れてってどうするんだよ。ありがとうパパ。それじゃ行ってきます。あ、車にはくれぐれも気をつけるんだよ。エミルももうすぐ11歳か。時が経つのは早いもん。誰か来てくれ。トラックが子供の列に突っ込んだんだ。この時の事故の犠牲になったのが、風見慎吾さんの長女エミルさん、その人でした。そして事故から1時間半後、風見さんらご家族たちが見守られる前で、エミルさんはその短い生涯に幕を閉じたのです。あの道は車両通行禁止のスクールゾーンだぞ。なのになぜ配送トラックがあんなところを走ってたんだ。近道をしようと思ってすみません。この度の事故は私ども管理者の不徳のいたすところでもあります。誠に申し訳ございません。すみませんだと、申し訳ございませんでしただと。今さらお前らがその安い頭を下げて何になる。お前が頭を下げて俺の娘の命が戻ってくるのか。もうやめろ慎吾。ここでこいつらをぶちのめしたって余計にお前の心が痛むだけだぞ。お前らに一度だけチャンスをやる。この件を必ず公表して事故の再発防止策を徹底的に検討しろ。二度とエミルみたいな被害者を生まないためにだ。わかったな。はい、私の命にかけても必ず。こんなことで風見さんの最愛の娘さんを失った悲しみが言えるわけもありません。しかし風見さんは今にも爆発しそうな悲しみや怒りをこらえ、自分のような悲しみに暮れる人間を再び生み出さないために、あえて加害者やその会社を許す選択をしたのです。ですが、事故加害者の雇い主であった企業側は、世間からの厳しい追及を逃れるためにいともたやすくご遺族の心を踏みにじったのです。事故が起こったのは会社側の指導に問題があったんじゃないですか。
弊社の見解といたしましては、配送員への指導は十分なものであったと。では、事故は配送員の勝手な判断によるものとお考えですか？まあ、おっしゃる通りでね、我々は配送中に事故を起こし得るような指導は一切行っておりません。でありますので、弊社の管理体制社員への指導には何ら問題がなかったものと認識しております。ふざけるな。またその後の警察の捜査で、エミルちゃんをトラックで跳ねた事故加害者の男性 K が、事故後速やかに救命措置や警察、救急への通報を行っていなかったことも判明。つまり K はエミルちゃんの命を救うことよりも会社への報告を優先したということです。さらにその後の裁判で、 K は裁判所から下された禁錮2年の判決を不服とし控訴。当然その訴えは裁判所の判断により棄却されますが、幼い命を自らの不注意、身勝手な理由で奪っておきながら、その本人はその罪を償おうとする気すらなかったのでした。当然事故加害者、そしてその雇い主である企業側の対応に風見さんは大きな怒りと不信感を覚えるのですが、訴えるなとはどういうことですか？僕はあいつらに大切な娘の命を奪われてるんですよ。俺も人の親だ。君の気持ちは痛いほどわかる。だが頼む、ここはこらえてくれ。当時テレビや週刊誌などのメディアでは、事故加害者やその所属企業についての報道が行われていませんでした。その理由は、事故を起こした男が勤務していたのは花王ロジスティクス、あの花王製品の参加企業なんだぞ。スポンサーだからか。花王が多数の番組提供している一大スポンサーだから、娘の命を奪ったことにも目をつぶれっていうのか。お前にもまだ大切な家族が残ってるだろう。お前がスポンサーに逆らえば、その家族たちまで路頭に迷うことになるんだぞ。その後風見さんがテレビやラジオなどのメディアで、あの事故のことを詳細に語ることは一度もありませんでした。それは心に大きな葛藤や憤りを抱えながらも、風見さんが残された家族を守るために下した苦渋の決断でした。しかしそれからわずか1年後、風見さんとそのご家族はさらなる悲劇に見舞われます。当時はまだ翔子さんのお腹にいた妊娠9ヶ月のご長男が、この世に生を受けることなく亡くなってしまわれたのです。ごめんなさい。私があの子を元気な体に産んであげられなかったばっかりに。違うよ。心がなくなったのは誰のせいでもないんだ。どうしてだよ神様。どうして俺たちばかりがこんな目に。そしてそれから14年の年月が流れました。おかえりふみね。ちょっと見ないうちに大きくなったな。だって2年だよ。最後に直接会ってから2年もあればそりゃ大人になるよ。でも確かにビデオ通話や時々送る動画だけじゃなかなか成長は実感できないかもね。でもこれからは前よりずっと自由に会えるよ。コロナの騒動もようやく落ち着いてきたしね。ああそうだな。2年か。俺はそんなに長い間大切な娘から離れてしまっていたんだな。今はとても幸せだけど、この幸せもいつか突然目の前から消えてなくなってしまうかもしれない。俺も今年で還暦だし、この中の誰かがかつてのエミルみたいに事故に遭う可能性だって。よし、俺は決めたぞ。なあアキコ、フミネ、パパさ、お前たちに大切な話があるんだ。2022年12月6日、風見さんはご自身がレギュラー出演をされている番組で、突然の芸能活動の休止、渡米を発表。そしてその決断には、大切な家族たちと今度こそ後悔のない人生を送るための風見さんの強い決意が込められていたのでした。
娘さんのことや、それをスポンサーの圧力で握りつぶされちまったのは悲しいけど、今の風見慎吾が前を向いて人生を歩けてるってことにはほっとしたぜ。風見さんは事故で娘さんを亡くされて以来、講演会やシンポジウムなどを通して大勢の事故被害者遺族と交流を持たれています。もしかしたらそういった同じ痛みを持つ方々との交流によって、風見さんも娘さんを失った悲しみを乗り越えることができたのかもしれません。それは本当にいいことだと思うよ。でもその前にさ、車を運転する人間全員がどうすれば悲しい事故をなくせるのか、自分なりに考えを巡らせてみてほしいよな。